はい、皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内圭三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいましてありがとうございます。本日2024年9月17日火曜日に収録しております。昨日9月16日月曜日、海の始まり11話、ラストの一つ前の11話がまあ放送されました。昨夜の放送の最後のところでは、まあ、学校から一人でアパートに帰った、まあ、海ちゃん、夏くんが帰ってくるまでの間、ちょっと一人にいてたら、急になんかやっぱりきっと、その部屋の中には、こう、ママの気配は感じられなかったので、まあ、急にこのママと二人の写真なんかを見たら寂しくなって、まずはこの、まあ、いつも言ってるママも働いてた、そしてまた角くんのいる、図書館に、まあ、一人で電車に乗って行き、そしてその後、まあ、迎えに来てくださった翔平さんと茜さんに連れられて、まあ、実家の方に帰り、慌ててまたこの夏くんもフラフラになりながら、急いで駆けつけて、そしてまた水木さんの部屋で、あのまたこの熊と山猫を呼んでる、まあ、海ちゃんに一人でいなくならないでねっていう、まあ、当たり前のことなんですけど、そんな話をする中で、今までああいうことを言ったことがない、まあ、海ちゃんの、また新しい、まあ、面が出てきたっていうか、なんかまあ一つ、ちょっとこの、まあ、芽生えてきたものがあったりすると思うんですけど、ママと二人でいた時に、どうしてあの時に、あの、パパになってくれなかったのとか、最後に言った言葉は、いなかったの夏くんじゃんなんていう言葉を残して、もう部屋を出て、まあ、1階に降りていったと思うんですけど、あの後ベッドの横で本当に、まあ、あんな悲しい涙って、ちょっと本当にもう私たちの中でもそうそう流すことがない、なんかまあいろんな涙、悲しいことっていっぱいあると思うんですけど、夏くんは夏くんなりにもう本当にできる限り自分の中でこの、まあ、良かれと思い、そしてまた海ちゃんのことを思い、そしてまた善人としてやりたい、なんかそうやらなきゃいけないというより、夏くんの中で本当にもうやれ限りのことをやろうと思ってるのに、まあそれがまあ全くなんか、それがこのやっぱり海ちゃんの幸せにつながってないということで、決してまあ夏くんのことを、月岡夏という青年は、まあ人のことを責めたり人を恨んだりする方じゃないし、どこまで行っても何かあった時にはそれはもう自分の責任として、自分の力の足らざるところをもう自分で自分をこうなんか追い込んでいく、まあそんなタイプな方なんで、あそこで悲しい涙を流された後、おそらくあの後、まあ一人で、まあ無理やりアパートに、まあ連れて帰るっていうのことは、おそらくされへんと思うので、じゃあ今夜は、もうあの、ちょっと私も一人で帰ります、よろしくお願いしますっていう形で挨拶されて、おそらくまあ一人で、あの夜、昨夜は、自分のアパートに帰られて、そしてまたアパートに帰ったら帰ったで、何が良くなかったんやろな、そんな思いで、なんかこう自問自答されながら、ほぼ寝られない辛い夜を夏くんが過ごされてるやなと思うと、なかなか私もドラマと一緒になんか今回、まあ海の始まり、まあ見れば見るほど同じなんかこう時間を生きてる、そんな気持ちで見させていただいるので、なかなか私も昨夜この寝つけず、どういう風にしていったらこっから夏くんがいいやろな、まあそんなことをこうぐるぐる考えながら、まあ昨日の夜を過ごしたので、まあ、若干ちょっとこの寝不足気味な、本日火曜日を過ごさせていただいたんですが、皆さんどうでしたでしょうか。昨夜の11話を見慣れて、皆さんももしかしたら同じような気持ちで、睡眠時間ちょっと睡眠不足の方もおられるのではないかなと、思います。で、昨日、まあ、すごく、まあ、それを私たちも正面から受け止めてくるから、その夏くんの気持ちを思うと、まあ、ある意味すごく辛い回ではあったと思うんですけど、その辛い回の中でほんの少しだけ本当にもうお日様がパッと差したように幸せな瞬間があって、まあ、それは何かというと、まあ、一番好きな花、生方美久さんの一つ前のその脚本作品であります、昨年のまあ10月から放送されましたドラマの一番好きな花の、まあ、主要4人のメンバーの一人、みゆきよよちゃん役で出演しておられた今田美桜さんが、その一番好きな花と同じくその職場のスネールっていう、まあ美容室の店員さんとして、
出演してくださって、そしてまたこの海ちゃんの髪の毛を切るためにその弥生さんが連れて行ってくださった。そこで、今田美桜さんがまあヨヨちゃん役で出演してくださって、そしてまた一番好きな花ではなんとあのヨヨちゃんの子役の役、子供の時の役をそのラナちゃんがされてたので、なんかすごい素敵なまあスリーショットを見ることができて、まあ昨夜11話を見終えた後に撮らせていただいた動画の冒頭のところで、まあ昨夜の放送の中でまあ唯一と言っていいほどちょっとこの幸せな時間のこともお話しさせていただこうと思いながら、もうナス君の気持ちの辛さで私も心の中がまあいっぱいになってたので、昨夜この撮らせていただいた動画では今田美桜さん出演のまあサプライズのところにまあ触れることができなかったんで、まあ一夜明けてちょっと冷静になってきたので、今日のこの動画のところで触れさせていただきたいと思っております。改めてやっぱり魅力的なすごい花のある、その女優さんやなというもう短いあのまあ出演時間ではあるんですけど、私まあ今田美桜さん大好きなのでやっぱり花のある素敵な女優さんやなと、思いました。でまたその目黒蓮さんもめめのファンとしてはその今田美桜さんとそしてまた有村架純さんは本当にそのやっぱりめめのここまでの代表的な作品の中でこの恋人役を務めておられるお二人ではありますので、そのお二人が一緒に同じ画面に出てこられたっていうのもなんかすごく私はまあ貴重な瞬間やったかなと思います。もう有村架純さんはまああの月の満ち欠けでまあちょっと悲しい恋を二人でまあこの演じておられましたし、今回は海の始まりでの恋人役、そしてまた今田美桜さんは皆さんご存知のように私の幸せな結婚で清香と美桜さんを演じておられて、ぜひまあ続編をもう来年再来年になっても結構なので見させていただきたいと思います。私の幸せな結婚でのまあパートナーですし、またトリリオンゲームでの、黒龍キリカ様をまあ演じておられるので、まあ来年はその映画版が公開されるのもすごく楽しみなんですけど、そういった意味ではなんかこうめめのなんかすごく素敵なパートナーを演じておられるお二人が同じ画面に出てこられ、そしてまたそのど真ん中には、ラナちゃんがおられたということで、なんか素敵な女優さん3人、メメとすごくこうご縁のある女優さん3人が一つの画面にこの収まってくださったこともすごくなんか素敵な瞬間かなと思いました。本当にもう昨日の11話の中で本当に太陽のように輝いてるなんか瞬間やったかなと思ったんですけども、あの後半のところのもうメメの出口のないなんか苦しみ悲しみを思うと、まああの素敵な瞬間ももうまさに焼け石に水って言ってしまうと元も子もないんですけども、なんか昨夜はこのことに触れようと思いながらもなんかこう夏くんのなんか辛さが私の心をもう充満してたので、そこに触れることができなかったので、今日はちょっとそこのあのサプライズ、このチーム海の始まりの皆さんが私たちにプレゼントをしてくださいました。この特に辛い、その出口の見えない辛さのまあ11話の中でほんの一服の、差す光の太陽のような瞬間を作ってくださったのではないかなと思います。このなんか素敵なね、プレゼントに心から感謝させていただきたいなと思っております。でまあ昨夜のまあ11話が放送されました夜にまあ撮った動画の中では、もう私の本当に正直に感じたところ、夏くんは何も悪くないやんと、悪くない、ただこの二人暮らしはどう考えてもちょっと早かったねっていう、まあこのちょっと二つの視点からまあ昨夜お話しさせていただいたんですけども、昨夜まあリアタイを含めてまあ3回見させていただいたんですが、このリアタイでその11話を見終えた時、あの時にあの出口のなんかこう見えない夏くんのあの悲しみ苦しみで終わった11話を見終えた時に、なんか私はある方の顔が浮かんで、ある方になんかすごく会いたい気持ちになりましたし、なんか夏くん連絡してなんか話を聞いてもらった方がいいんちゃうっていう風になんか思った方がおられました。誰の顔が浮かんだかというと、それは
元春さんです。月岡夏くん、まあお母さんゆき子さんとまあ離婚されたんですけども、夏くんのまあ実の父であります、田中哲司さんが演じておられて、8話で衝撃的な放送やったんですけども、演じておられま、出演されました、元春さんのことが浮かびました。まあ皆さんきっと覚えておられると思うんですけども、最初喫茶店のところでは、なんであんな言い方すんねんっていうぐらい、結構突き放した言い方をされたんですが、やっぱりもう少ししっかりと話すべきやと反省されたのか、写真館に毎日行かれて、今日はどこにいる、今日はどこにいるということを伝えて、まあ釣り堀で、まあ、待たれてるところに夏くんがまたもう一度訪ねて行ってお話しされる機会があったんですけども、あの時にまあちょっと違うところに移動しながらこのお話しされてたのが、そのまた元春さんはそのお前がそのまあ辛い辛い苦しいって言ってる人たち、そんな優しい人たちに囲まれて、またお前がなんか辛くなってきたらいつでも連絡しろよなっておっしゃってましたし、最後また別れ際の時も、何か話したいことがあったら、何か言いたいことがあったらまた連絡しろよなっていうふうに、まあ言ってくださったので、もう今この気持ちを誰かに話すだけで人間ってそのちょっと楽になるっていうことがあると思います。決してもう何か的確な別に答えがすぐに出ないことっていっぱいあるんやけども、そのことを何か自分が話し、そして誰かが聞いてくださるだけでちょっと気持ちが軽くなるということがあるので、元春さんに話したところで的確な答えは出てきんやろし、また元春さんが今回のこのことに何かこう乗り出してこられたら、話が間違いなくまたややこしい方向に展開していくと、まあ、思うんですけども、今のこの気持ち、決して答えを聞こうっていうわけではなくて、もう電話しただけで、おそらく元春さんはまた何かこの夏がちょっと苦しいこと、そしてまた辛いこと、また答えが出せへんようなことが起きたからしか、自分に何もないねんけど、何もなくて幸せな状況の中で自分に連絡してくるわけもないから、もう着信見てその夏の名前を見た段階で、あ、またこいつなんかあったなっていうことで、もしもしって出たら、お、なんか辛いことでもあったかっていう風に、おそらくまあ元春さんは出てこられると思うんですけど、で夏くんがはいって言って、何があった何でも俺にちょっとでも楽になるんやったら言えよみたいな感じで、まあ元春さんが言ってくださったら、海ちゃんと二人暮らしを始めたんですが、海ちゃんが勝手に一人でそのまあ元いた場所にやっぱり寂しさを感じて戻ってしまって、どうしたらいいのかなと思って、そうかってお前二人暮らしをしようと思って二人暮らしを始めたんかって、まあお前も本当に一生懸命やってるんやなと、もうでもまあこれはちょっと急いでも仕方ないから、ちょっと時間を待ったらどうやみたいな感じで、まあ言われるかどうかわからないんですけど、もうとにかくやっぱり誰かに聞いてもらった方がいいと思うので、まあこの答えが出なくていいから、できっとまあ電話がかかってきた段階で何かがあるし、釣り堀でお話しされた時は全てこの夏くんのことを肯定してくださるような返事の仕方をしてくださってたので、今回も決してその夏くんのなんかこう思いのなんかこうなんか先走ったところを責めたり絶対されずに、お前はお前でお前なりになんか精一杯、俺だったらそんな風になんか責任感もないからそこまでやらへんのお前はすごいわみたいな感じでおそらく言ってくださるのではないかなと思いますし、で何か他にも言いたいことがないのかって、でまた海ちゃんがどうしてママと2人の時にパパになってくれなかったのって聞かれて、どう答えていいのか分からずに、なんて言うと、あ、それはきついなって、お前知らなかったもんなって、その子が生まれたことも知らなかったし、2人暮らししてることも何も知らなかったからなって、もうそれお前正直に僕知らなかったってお前言えよって、いや、それはそんなことは言えないしって、じゃあお前言えなかったら俺が言ってやろうか、いやいやそれはいいですって、この元春さん出てきたらまたえらいことになりますし、海ちゃんに変な名前って言うたような人やから何を言い出すかわからへんので、いやそれはいいんですけどって、あ、そうか、でもまあこれは
今すぐ言うか言わないかっていうことは、またお前も、まあ、実家の人たちに相談したらいいやろけども、どこかで、これは、海ちゃんに、本人に知らせないと、それはお前に対する不信感が、どん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 大きくなってくるから、遅かれ早かれ、それは、その、お前が直接言いづらかったもしても、まあ、お前じゃない方が、その、水木さんの実家のご両親が伝えた方がいいと思うけど、誰かがやっぱり本人に、その、お前は知らなかったということは伝えるべきやと、俺は思うけどな。みたいなようなことをなんかこう言ってくださるかどうかわからないんですが、なんか釣り堀の時のあの時の感覚で言うと、元春さんはなんかそんなニュアンスでお話ししてくださるのではないかなと思いますので、11話を見終えた時に私の心の中ではなんかこう救いを求めるとしたら、まあ、元春さんに会いに行ったところで的確な救いにはならへんかもしれないんですけど、なんかこの夏くんの気持ちを少しでも楽にしてあげるには、誰かにこの気持ちをやっぱりお話しされることが大切やと思いましたし、そしてまた月夜明けの方には、まあなんでまたああいう言い方するのかなと思うんですけど、大和くんがアパートでなんか物をちょっと減らすためにお片付け手伝いに来てくださった時に、 何か力になることあったら、手伝えることがあったら何でも言ってねって、まあ、大和が言ってるから、大和ありがとうって、まあ、とりあえず今は自分で頑張ろうと思うんだけど、きっとまた助けてもらわなきゃならない時があるから、その時は頼むねでいいのに、まあ、二人で頑張るから大丈夫。みたいな感じで、まあ言ってるから、まあそれぐらいちょっと本当に前のめりに、まあ自分が今回はもう命がけで、やっぱりこの二人暮らしを頑張ろうと思うような気持ちの表れやったんやけど、ああいう言い方もしてるから、なんかこう、月岡家の方に、なんかこの嘆きをお伝えするのもちょっとお伝えづらいと思うので、まあここはやっぱり、元春さんしか全くこう、ちょっと関係ないようなところにやることしかないかなと思います。で、まあちょっと脱線しますけど、まあきっと私たち、まあ皆さんも悩み事がある時があって、そのまあ悩みの中にいる時に、その悩みに関連する本当にもなんかまあ当事者と言えるようなものの中で相談して解決策をなんか探っていく時もあると思うんですけど、すぐに解決策が出ないような時はちょっと距離感がある、自分が抱えているこの今直面している問題と全く関係のない人に話を聞いてもらう方が楽やったりすることってすごくあると思います。で、その時その方、聞いてる方は、まあ、優しい方やったら、その私たち皆さんの悩みを、あ、そう、そんなことがあったの、大変やったねみたいな感じで、まあ、言ってくださるし、またその私たちが直面している問題をそんなに詳しく知られへん方やったら、そのなんか直接解決できるようななんかこう答えやアドバイスをくださるということは少ないんやけども、そんな方たちの発する言葉の中に、また本当になんかこう向かっていく方向のヒントみたいなものをもらえるものがあるから、案外このちょっと距離感のある方にお話しした方がなんかすごく楽に話せたり、また逆にヒントをもらえることがあると思うので、そういった意味ではもうここは元春さんしかおられないなと思います。でも俺から話してあげようか、話そうかって言われても、それは丁重に断っていただきたいなと思うんですけども、まあでもどういう風にしていけばいいのかな、昨夜からはずーっと考えてたんですけども、でまた本当にこんなに急いで、まあ、転校もしてしまいましたし、なんかまあ転校してしまったんですけど、まあ、とりあえずこれはまた元戻すことは、まあ、そんなに難しいことでもないと思うので、まあ、このまま昨日のあの夜は夏くんは一人で部屋に帰ったんではないかなと思うんですけども、またすぐにその連れ帰っても同じように夏くんがどんなに急いで帰ったとしても、まあ、数時間アパートで寂しく一人で待たなきゃならない時間があるし、夏くんのアパートの中ではやっぱり今まで感じることができたママを感じられない空間の中でまた寂しいになると思いますし、そんなことを繰り返していると海ちゃんの心の状態も良くないようになっていくから、ひとまずは私は、まあ、この二人暮らしっていうのをやってみて分かったことやから、これはこれで
もう後悔するより、これはこれで良かったと思って、これは良かったと思って、もう一度やっぱり南雲家のもう実家でのまあ暮らしに戻してあげた方が私はいいと思うし、おそらくまた12話はそういう形になりながらなんか模索していくと思うんですけども、でももし自分が月岡夏くんで、あの夜もう、いや今日は一人で帰ります、海をよろしくお願いしますと、まあ、翔平さんと茜さんに挨拶して帰って一人で、まあ、眠れない夜の過ごされたと思うんですけども、おそらく私やったらここで帰って一人でどうしたらいいんやろうなと思った時に、もう今こそその水木さんからの手紙を読む時やなと思うので、もしかしたら夏くんはその部屋に帰って、そのまあ自分の中でまあ自問自答する中で、その水木さんの手紙を読んだんではないかなと思うので、これはもうラスト来週12話のところで、まあ、どちらにしても12話の中でどこかで水木さんが残した手紙を読むと思うんですけど、私はあの夜一人でアパートにおそらく帰ったと思うんですけど、あの夜に水木さんからの、そのお手紙を読んだんではないかなと、思います。で、もう一つできたら、そのまあ、水木さんが、夏くんが、海ちゃんの父親をやろうって決めたら、この手紙を渡してということで、茜さんに託しておられたし、まあ、もう一つ、そのアパートで見た夏くんの恋人に向けての、このお手紙も入れておられたと思うんですけど、だったら、もう一つ、その夏くんが、海ちゃんの父親をやろうって決めた、その先に、その条件のもとで読んでいただく手紙の中には、ぜひ、その、海ちゃんに宛ててのメッセージも、あそこには、その、夏くんの恋人へっていうのしか入ってなかったから、あそこにはなかったと思うんですけど、その夏くんが、海ちゃんの父親をやる、なんかその決断をした時に、まだ水木さんから海ちゃんに母から娘に伝えてないことがあるから、それをなんか伝えるための手紙みたいなものが残してくださってたらいいのになぁとなんか思いました。で、そこには、まあ、11話の最後のところで、そのママと二人の時にどうしてパパやってくれなかったの？なんてことを言ったんですけども、その時夏くんはもちろん、いや、それは僕は知らんかったから、君が生まれたことも、そして君とママが、水木が二人で暮らしたことも知らなかったって、まあもちろんそれ言えるわけもないし、夏くんの口から言えるわけもないんやけども、それをなんか今、海ちゃんの周りにいる方で、誰が一番なんかそれを、言えるかとしたら、まあ私はやっぱり茜さんがそれをどこかで言うべきやと、それをまあ今言うか、もう少しまあ時間を経って、その海ちゃんの成長を待ってから、実は夏くんは、その海が生まれたことを知らなかったし、それはママは、まあママの考えがあって、それを夏くんに知らせなかったから、夏くんがもう海ちゃんのパパをやろうと思っても、実はできなかったのよっていうことをちゃんとその茜さんがその海ちゃんに、もう今このまだちょっと早いかなと思ったんですけども、まあ昨夜のあの言い方、なんか海ちゃんの中にもなんか小さな夏くんに対する不信感とまで言う、なんかほどのものじゃないかもしれないんですけど、もう本当になんか小さな疑問、なんでそのこんな風にして今こうやって海と二人で生活をしてくれる、なんかパパをやってくれるんなら、なんで時にやってくれてたらママも寂しくならへんかったし、その昨夜の中では海ちゃん言ってなかったけど、もしかしたらママも病気にならなかったかもしれないじゃないみたいなことをなんか思い出したとしたら、もうどこかでそれを言わないと、まあ二人の暮らしが復活するかどうかは別にして、父と娘であることはこっから先も当たり前ですけど、ずっと変わらへんから、その海ちゃんの中にこう芽生えた疑問、小さな不信感みたいなものは絶対にこの誤解は取らなきゃいけないので、もし今周りにおられる方、誰かが伝えられるとしたら、それは茜さんがしっかりと海ちゃんにその夏くんの立場を正直に伝えるべきやと思いますし、その実は海ちゃんのママ水木が、これはもう水木が
勝手に決めたことで、夏くんは全く知らなかったから、夏くんは何にも悪いところはないのよっていうことを、まあこれは赤手さんから伝えてほしいし、もしかしたら一縷の望みとして、もう水木さんが、その夏くんが海ちゃんの、父親やるとしたらという条件のもとで手紙を渡されましたけど、海ちゃんにも夏くんが海ちゃんのパパになるっていうその決断の後に、海ちゃんにその水木さん自身からそのことをなんかこう書いてる手紙みたいなものがあったらいいのではないかなと思いました。で、またこの熊と山猫を何回も何回も繰り返すことでなんか分かってくる、大丈夫やからみたいな言ったんですけど、まあもうすごくいい作品ではあるんやけども、その、まあ、熊さんの、まあ、心の復活みたいなものを、なんか、が、こう、描かれてるんですけど、まだ小さい子がこれを読むことによって、なんか心を、なんか、明日の方に、なんか、こう、プラスの方に変えていくっていうことは、正直なところ難しいから、もう少し、やっぱり直接的な言葉が必要なので、まあ、今日思うのは、誰かが、この絶対に、その、まあ、海ちゃんに本当のことを伝えるべきでないと、海ちゃんの中に芽生えた夏くんへの疑問や小さな不信感がどんどん大きくなってしまって、二人暮らしをするしないをまあ横に置いといても、父と娘において一番大切な信頼関係がなんかひびが入ってしまう、そこに何かが入ってしまうと思うので、誰かが言わなきゃいけない、今周りにおられる方の中ではそれはもう茜さんしか言えないと思いますし、またできたら本当は水木さん自身から海ちゃんに伝えてほしい。もう水木さんは亡くなって直接言葉で伝えることは無理なので、夏くんと夏くんの恋人へっていう、まあ夏くんが父親やるとしたらっていう条件の下でこう渡してっておっしゃってた手紙に、もう一つ茜さんにそのなんか海ちゃんにこの夏くんが父親やるって決めたら、海にこれを読ましてっていう手紙をなんか渡しててくださってほしいなという、今はなんか一夜明けましてそんな気持ちでおります。とりあえず私はこの二人暮らしはまあやってみなきゃわからないことがあると思うので、まあちょっと早かったなと思ったんですけども、まあこれがちょっと無理があるということが分かったとしたら、引き返すことも勇気やと思うので、もう転校したからまた戻せへんやんなんていう意見もあると思うんですけども、全然こんなもんやってよくなかったら引き返したらええと思うので、もう一度元いた学校に戻していただいたら全然それでいいと思うので、ひとまずは元々の生活パターンに戻っていただいて、南雲家の実家で海ちゃんを育てて、そしてまたなかなかこうこの状況になってくると、海ちゃんとの関係性の下でなんか夏くんもなんかこう南雲家になんか足を運びづらい感じになってしまうと思うんですけど、まあ無理がないように海ちゃんの様子を見ながら、また夏くんも無理のない感じで南雲家に行かれながら、こっからなんか先のことはゆっくりとなんかこう海ちゃんも成長していくと思うので、そしてまたまだ今のところ、翔平さん茜さんがまあ元気でおられるから、ただいつまでも二人が元気でおられるとも限らへんので、このもう少し先の未来には二人暮らしっていうのも、まあ、住むとこも含めて検討していかれたらいいと思うんですけども、まずはそのまあ撤退戦というか、一回やってみてやっぱりこれは無理やなと思われたので、なんかもう一度元いた暮らしに、なんか生活パターンとしては戻していただくのがいいかなと思いますし、まあその中でなんかラスト12話、なんかこう心の中に、なんかもうみんなが心の中に救いを感じられるような方向になんか描いていただけたら、もうそれで私は、十分だと思うっていう、なんか新しい恋人たちのなんかこう歌詞が入ってきましたけど、なんかそんな気持ちの中で一夜明けて感じております。昨夜がちょっと寝不足やったので、まあ今日はこの後ライブ配信もありますけども、まあ、少し早く休みたいなと思っているんですが、また皆さんの一夜明けて二夜明けてのまた素直な気持ち、そしてどうやっていくことが
この父と娘の未来に向かっていいことなのかっていうところも、またこの皆さんのなんか感じられるところ、なんか教えていただけたらありがたいです。私はひとまず、この二人暮らし、まあこれは無駄じゃなかったと思うので、やってみて分かったことがあると思いますので、ひとまず、その実家の方での、また南雲家での暮らしに、海ちゃんは戻るべきやなと思うので、その中でまたここからゆっくり急がずに、また考えていかれたらいいのではないかなと、私は今のところ思っておりますので、また皆さんのご意見、なんかまたアイデアも教えていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。最後にもう電話出演でもいいので、元春さんの声が聞きたいなと思っている今日一日でした。最後までご視聴くださいましてありがとうございます。生まれてきてよかった。君と出会えたから。生まれてきてよかった。君と出会えたから。